ツイッターのオフ会的な位置づけがこの天理教バーなんですよ。あら、私が今エデンナンバという大阪にあります、はい、イベントバーで、はい、毎月ほぼ毎月24日に、もう1年半経ちますかね。あ、そうですか。はい、はい、天理教の信仰者じゃない方で興味のある方もたくさん来られて、天理教の教えに興味があるとか、うん、もうそもそも天理教の人たちってどんな人たちなんだろうとか、まあそんな感じでですね、いろんな方と交流できる。それきっかけで実際天理教にみたいな人もいらっしゃるんですか？天理教を信仰し始めたっていう人はまあいないかと思いますけど、うん、まあこの本部のツアーに来てくださったりとか、うん、あの教会に来てくださったりとかっていう方はいらっしゃいますね。うんうん、はい。成人さん自身はどういう経緯で天理教が？あ、私自身は天理教の、まあ、四世、今で言うところ、あの、ひいおばあさん、ひいおじいさんからの、うん、信仰ですので、まあ、四代目ではあるんですけども、うん、とはいえ、その生まれた時から信仰してるわけではないですよね。はいはい、結局、信じてるかどうかっていうことで言えば、はい、やっぱり自分自身が、あ、やっぱり本当に神様いらっしゃるなって信じ始めたのは、大学生の頃、ある出来事があって、あ、本当に神様っていらっしゃるんだって思って、そっから自分自身の信仰が始まったと思ってます。はい、天理教の中でも別に、そのうちに生まれたからって天理教になるとは限らない。まあ、そうですね。まあ、基本的にはやっぱり、親が信仰してたら子供も信仰してほしいっていう気持ちは当然あると思うんですね、うん。やはりこれを信仰することによって自分は幸せになってるっていう気持ちがあると思うので、うん、自分が幸せになる、まあ子供にも幸せになってほしいから信仰してほしいっていうのはあると思うんですけども、まあだからといって子供がね、必ずしも信仰してくれるかどうかっていうのは、なかなかね、その要は信仰の継承ができないっていうことが非常に大きなね、キリスト教的には課題だし、まあ高齢化もするし、牧師のなり手がいなくなるし、うんうん、っていう、まあマイナス要素しかないんですけど、うんうんうん、その辺天理教はどうなんですか？あ、やっぱりそういう部分も問題はなってると思いますね。うん、はい、若い人たちにどう伝えていくかみたいな。そうですね。はい。はい、うん、まあでも若い人たちっていう一括りじゃなくて、うん、この人にどう伝えていくかっていうことじゃないかなと思うんですよね。自分の子供って思うから、うん、信仰させたいっていうことになると思うんですけど、家族がね、はいはい。はい。だけど、その、まだ信仰してない一人の人間じゃないですか。うん、だから、よその人に天理教の教えを進めるっていうか、天理教を信仰してほしいっていう気持ちで接するのと同じように、うん、やっぱり子供に接していくっていうことが、はいはいはい、キリスト教でいうとこの伝道っていうものが、うん、やはりその外部に向かっても身内に向かっても同じようにこの伝道の姿勢でやっていくっていうことが大切なんじゃないかなと思いますよね。うん、天理教の中でそういう意識が共有されている感じですか？されつつあるじゃないかなと思いますね。はい、はい。まさに、今度、うん、ヒノキシンスクールって言って、ある、まあ、講座みたいなやつがあるんですけども、はいはいはい、それで若い人たちに信仰をつなげていくにはっていうのが、今度の、今月末からか、9月末から、ちょっとオンラインで、うん、申し込みした人だけ見れる動画が出るんですけれども、うん、それの中で、まあ、まさにそういう話を今しています。うん、もっとその教会の、まあ、キリスト教で言うと、それこそその、信者ではない。別に親がそうでもない。うん、でもたまたま行った学校がキリスト教だったりとか、うん、まあ、触れてる人たちは相当いるわけですよ。うん、で、さっき冒頭で言ったように、別に信じてはないけど、興味のある人たち、うん。はいはい。で、キリスト教に特化して興味ある人ももちろんいれば、うん、まあ、割とその、いろんな宗教全般に興味がある人とか、うんうん、いう方々もいるので、まあそういう人たちをどうなんか一緒にね、巻き込んでいくかっていうのが大事なんじゃないかと個人的には思ってるんですけど、まあそのための YouTube であり、うん、そうですね。SNS であり、はい。だから身内向けにね、どんだけその研修やセミナーとかやっても、うん、そうですね。いや、それよりもっと全く興味関心のない、そもそもなんか触れたこともないような人にどうやって届けるかっていうことを頑張らないと、そうですね。とは思ってはいるんですけど。そうですね。はい、やっぱりその、相手に伝わる言葉、うんうん、相手に伝わる表現方法っていうのをやっぱ磨いていくっていうのは大切なことじゃないかなと思いますね。うんうん、それは子供であっても、はいはいはい、
そうでない人であってもそうだと思います。うん、はい。いや、割と今日も、一日感じますけど、専門用語がめちゃくちゃ、はい、ありますね。ワードがいっぱいあって、はい、それをまず覚えるのも結構ハードル高いなと思ったんですけど。そうですね。はい。だ単語集とかね、ちょっと。はいはい。確かに。ぜひ。でも私の説明どうでした？わかりました？まあまあ、だから、もちろんその、それぞれの概念とかを、わかりやすく、丁寧に説明してくださっているのは非常にわかるんですけど、その合間合間に全部その出てくる言葉が専門用なんで、それをこう、この言葉ってあれだっけみたいなことを戻りつつ聞くのが結構大変な。もうだから、その人向けのワードでずっと通した方がもしくはいいかもしれないですね。まあ、それか最初に、はい、今日出てくる品質単語。なるほど、なるほど。10個みたいな。はい。とりあえずこれだけは小テストやって。そうそう、覚えといてねっていうのをやってから、はい。なんかそのストーリーとか、なるほど。なんか歴史とかって言った方が、なるほど。合間にいきなり、とにかく品質単語がいっぱい出てくるから、それを覚えるので頭がちょっと持ってかれる感じはしました、ね。なるほど。ちょっと精進します。これでもね、そもそもだって勉強はそういう作りになっているので、多分ワードをね、多分言い換える人もそのもう決まったワードはもう変えられないと思う。まあそうですね。あ、もちろんそうですね。はい。だからそれを丁寧にそれは多分意味のね、説明が。あれば多分大丈夫。まあそうですね。毎回説明するとかですね。はい。はい、だそういう意味で、これ、今日、書店に行ってもなかったやつなんですけど、電力用基礎講座、陽気暮らしの道っていう。ね。はい、いや、まさにこれが欲しいんですよ、これ、電力用。これはですね、はい、今日は行かなかったんですけど、はい、このツアーの中には入ってまして、ああ、そうなんですか。その神殿を案内した後に、はい、その基礎講座っていう、ワンコイン500円で聞ける神様のお話の講座があるんですよ。はいはいはい、で、それは本当に天理教のこと知らない人向けの講座なので、うんうん、それを聞いていただいて、で、それ聞いていただくと、この本が、プレゼント。されるので。聞かないともらえないんです。聞かないともらえないんですけど、僕いつもみんなを連れてってるんで、毎回毎回本が来るんで、あ、それで、今日はプレゼントさせていただいたんですけど。いや、これだから売ってくださいよ、これ。そうですよね。これ売ってください、ね。いや、だから書店でいろいろちょっと初心者向けのね、本を探したんですけど、はい、まあ、要は辞典と名の付くものがみんな分厚いし、はいはい、その入門つっても結構ね、なんか難しそうな感じだし。はいはい、言われてみれば、これぐらいの薄っぺらいやつないですよね。ハンドブック。はい。とりあえずこれさえ読んどけば、はい、まあまあ、今日の話なんかね、わかるよっていうのがやっぱり必要ですよね。そうですよね。うん、天理教の出版関係の方、ぜひこれ、ぜひぜひ、販売をお願いします。あ、でも、まあ、スキットはありますね。ね、はい。外向けなんですかね。そうですね、外向けですね。はい。まあなんかそういう一般の人も手に、とっても、こう、怪しまれない感じの本が。はい、まあ、それはもう全部ね、今日言ってることは全部キリスト教にもブーメランで、ぐさぐさ触ってるわけですが、はいはい、我々にも足りてない、うん、その視点があると思うんで、はい、それは多分外部の人がこうやって来てもらって、はい、初めて見た感想とか印象とか、ね、ここが難しい、ここが簡単みたいなところは、うんうんそうね、身内に聞いても分かんないですからね。いや、本当に、だから今日めちゃくちゃ参考になってます。はい、はい。はいいや、私もだから、教会のことをね、こう、まあ、なるべくね、こう、わかりやすく伝えようって言いながらも、生まれがもうキリスト教なんで、はいはい、もうどこが難しいのか、どこがわかりやすいのか、何を、そうなんですよ。は伝わるのかっていうのは、ちょっとわからないですよね。そうですね。はいはい。それはやっぱ第三者にぜひ、来てもらって、うん、で、なんか、感想を言ってもらったり、ね、質問してもらったりとかっていうのが一番、うんうん。いいと思いますので、ねうんうん。はい。行ったことありましたっけ僕、カトリックの幼稚園出身なんですよ。ええー。うちのすぐ近くに、岐阜の、はい、岐阜の。ええー、そうなんですか。はい。天使幼稚園出身ですので。あ、そうですか。はい、そうです。今の神父様も、よく知ってます。ええーはい。じゃあもう素養はあるし、はい。もう、お祈りも。お祈りもしてましたよ。ちゃんと朝、行ったら、マリア様の前でやって。なるほど。はい。いや、だからその辺があれなんですかね。こう、オープンマインドっていうか、うん、他宗教に対してなんかこう、ピリピリしてないっていうか。そうですね。それでも、天理教、みんなそういう感じじゃないですよね、多分。まあ人によるでしょうね。ですよね。はい。はい、私、だから私のが教会長になって、はい、就任報告祭っていう、お披露目の会みたいなやつがあるんですよ。はいはい。で、それの時にやっぱりみんな駐車場とか必要じゃないですか。うん、そのカソリックの教会行って、うん、神父様に、
あの、駐車場貸してくださいって貸してもらって、うん、はい。やりましたし。あちらも、OK してもらって、はい。どうぞどうぞって。その日日曜日だったので、礼拝の日だったんですけど、なんか、フィリピンの方たちがいつも止めてるっていう駐車場を、フィリピンの方たち別の駐車場を使うようにしてくださって、一つ開けてくださって、はい。素晴らしい。はい。ありがとうございます。宗教間対話とか言うと、もうトップ会談みたいになるじゃないですか、偉い人同士がなんか、バチカンで、はい。みたいな。いや、そうじゃなくて、もう本当草の根レベル、こういう、はい。対話とか、はい、なんか交流とかっていうのはもっとね、こう増えていくと。普通の人と人ですからね、うん、別に。はい。そうなんですよ。だから、なんかそういうのが大事だなと思っていながら、なかなかそれがあまり理解されない方々も一部ね、あ、そうなんですか。我々海外でもいらっしゃいますので、はい、そこはぜひ、まあ、ぜひね、今日、機会に天理教のその YouTube 動画も、あの、概要欄から見ていただければと思いますけど。ぜひ、お願いします、はい。チャンネル登録もお願いします。3ヶ月に1回ですね。はい。あの、東京でも天理教バーを、なんと。今、始めておりまして、はい、ついこの間ですね、9月8日、台風来ましたので、台風の中、やってまいりました。はい、で、次回は12月8日に、エデン日暮里でやる予定でおりますので、ぜひ、お越しいただけたらと思います。ぜひぜひ。はい。もうこれは誰でも、どんな宗教の人でも、そうですね。あの、今回も日蓮宗主の方とか、うん、あとは本道って言って天理教から分かれたとこの方とか、うん、あとは浄土真宗の方、あとはそうですね。まあ今までもあの無宗教っていう方もいらっしゃいましたし、うん、あのいろんな方来ていただいてます。まあもちろん、あの宗教に興味のない方も、うん、あのただ飲みたい方もですね、参加来ましたので。はい、というわけで今日は天理教についていろいろとお話を伺いました。成人さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。よろしくお願いします。お願いします。はい、今週の西岡の早起きは以上です。他では聞けない質問をガチインタビューするこの企画、西岡から早起き礼拝前にお邪魔しますが、毎週日曜朝8時公開となっております。そして明日月曜日の夜10時からは月曜からダメ押しの公開です。毎週2番組を更新していきますので、ぜひご参加ご視聴よろしくお願いいたします。チャンネル登録、またの方はチャンネル登録、そしてメンバーシップでも限定動画を公開しておりますので、そちらもぜひご参加ご視聴お願いいたします。コメント欄でのコメント、ハッシュタグ西岡から早起き、ハッシュタグ月曜からダメ押しもご利用ください。ではまた来週の日曜日にお会いしましょう。さようなら。